あれ散ってますね。うん、ちょっとぶっかしてよ。丸いやつにするんで。あ、オッケーです。隠しちゃいます、うん、お願いします。あとは材料を大丈夫。こういう時あれですね、背が高くてよかったなと思いますね。ムービーですか、もしかして。ムービー絶対そうだと思いますよ俺が身長自慢してる時にやめてくださいよでっかくていいなと思ってさ届いてんなと思って先生、さっき照明にバッチコリぶつけて外しましたからね見た方がいいんですよ。昔持ってたんですけどね。けんなんじゃねえと叩くのがさっきみたいにカバー壊す時とこれぐらいなんで。ペンチで引っ張られてたもんな、さっき。あ、そうだと思いました。二部三部ってとこか。熱いのがついたな。こいつ。ちょっと煽って。ちょっと待ってください。よ。はい、オッケー。うわー、バチッとはまったね。でかいんですよ、こいつ。でかいね。はい、機械がね。で、ちょっとこれ。説明してあげてほしいんですけど、うん、ちょっと面倒くさいんですよ。うんうん、自動掃除なんで、うん、前フィルターがバッと抜いてたと思うんですけど、うん、ここにこれゴミ箱になってるんで、おお、そこにゴミがたまると。ここにたまるんで、はいはい、これだけちょっと掃除しよう。教えてあげてください。はい。多分普通に何もに言わずやってたんでやってくれるんで。そうだよね。それは水。溜まっちゃうんだ。結構7年とか放置してると、うん、ここに中に溜まりきって詰まってなんか水漏れとかなっちゃったり。はいはいはい。これ何してるんですか。あ、これ真空状態にしてます。はい。